はい、タチャハオ。こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14、漆黒のヴィランズ編第111回撮っていきたいと思います。さて現在ですね、こちらアムアレーンのアンバーヒル、ゴンドラの操作場に来ておりますね。こっから向こうはいけませんね。あの勢い余ってね、そこの崖からね飛び降りるところでしたけどね、前回マップが開くぞと思ったら違った開かない。さあ、サボテン鳥のモルド族さんに話を。青虫サボテンの会計が欲しいね。こんなところまで呼びに来てまで買おうなんて。君ってばかなり夢中なのね。お客さん運いいよ。自分が取ったのかなりの上物ね。バッチリキメキメ聞くはずよ。これからサボテンディーラーのところ持ち込むね。彼から小分けにしてもらうといいよ。あ、直接は買い付けさせてはもらえないと。間違えた、こうか。もう一回戻ってサボテンディーラーさんにね、キメキメのお薬を。大丈夫かなこの発言キメキメになるお薬をね、買わせていただこうかと思うんですけど、ちょっと待ってね、どこだっけ。あ、こっちだ。ちょ、まだ追われてる。まだですか。ダメですか。よし。じゃあ、ディーダさん。はい。本当にサボテン鳥のモルト族を呼んできたんだな。どれだけハマってやがるんだか。ま、おかげで商品を補充できたぜ。その礼に、大振りのやつを選んでおいたぞ。さあ、極上の青虫サボテンの会計を受け取れや。あ、ありがとう。大きいやつくれた。何に使うの？キメキメになるらしいけど。この付近だっけ？メインクエスト。じゃ、これは OK。これも OK。これをオンにして。どこ？あ、そばだ。こっち。あ、そっちか。助けてサンクレットさん。不審者に追われてます。不審者に追われてます。まだいる。いいかな。結構追ってくる。サンクレットさん。よし。ここがヌベイ級鉱山だな。なるほど。まだいくらか採掘紙が残っているらしい。サーフが頼れと言っていたのは、確かグスジョンって採掘紙だったか。中に入って探してみるとしよう。中で一個クエストがあるけど、できれば一回戻って報告をしたい気持ちもある。一本道かな？多いね。こっち。お、いらっしゃる。こいつがグスジョンか。あ、この方。ん？なんだ？あんたらは。サーフのやつ、面倒なことを。神格用の石なんてどうせ出ないのに、俺から何を教えろってんだ。やはり見込みがないものなのか。まあな。ここらで作られたタロースにはアンバーヒルで取れる
獅子名士の神格を入れるのが常なんだ。だが聞いての通り、簡単に行けるような場所ではもう掘り尽くされてる。かといって深いところは行動維持用のタロースも止まって、いつ崩落してもおかしくない状態になってるんだ。結局サーフが言っていた通り、安全圏で延々と取り残しを探すしかないということか。そうなるな。あるいは同じく運任せではあるが、あっちのやり方の方が少しはマシかもしれない。あっちのやり方というと、あれは俺たちにとってちょっとした裏技なんだ。飯の種を教えるからには相応の見返りが欲しい。ごもっともだ。それでお前さんの要求は？先日坑道の奥で古びたフッブート金貨を拾ったんだ。儲け者だと喜んだが、作業をしているうちにその辺でうっかり落としちまったらしい。あんたらにはその金貨を探してほしいんだ。運試しも兼ねてな。そういうことなら負けてくれと交渉するわけにもいかないな。シャメイ、古びたフッブート金貨を探してみるとしよう。俺に一つ捜索をしやすくするための秘策がある。なんだろう、グスジョンさん。金貨を拾った後、封鎖されている道には立ち入ってはいない。だからむやみに奥の方へは入り込むなよ。危険だからな。秘策をね、教えてくれる。見ての通りだが、この鉱山内はかなり暗い。ランプの近くならともかく、少し離れただけでも落ちている金貨は見つけにくくなるだろう。そんな時は俺の持つ目薬、クロリンドロップが有効だ。これを使うとしばらくの間目が暗所に順応して捜索がしやすくなる。俺はこの小屋のそばを探してみるから、お前には少し離れたところを頼めるか。もし途中で目薬の効果が切れたら声をかけてくれ。もう一度クロリンドロップを使うとしよう。今暗視がついておりますね。おや？行動の暗がり、何かありますね。暗がりをよくよく調べた。しかしここには何もないようだ。残念。この辺範囲だな。広いな。行動の暗がり、暗がりをよくよく調べた。しかしここには何もないようだ。ちょっと待ってね。こっちはダメか。となるとここから左、こっちは見てない。行動の暗がり、暗がりを調べたところ、古びたフッブート金貨を見つけた。やった。あとは戻る。いやいやいや、でサングレットさんに報告を。この小屋の周りには金貨はないようだな。ここで採掘をしながら落とした可能性もあると思ったが、
お前の方はどうだった？ありましたよ。はい。これは間違いない。フブート金貨だ。こんなに早く見つけられるとは文句なしについてるな。お前の日頃の行いってやつか。なんという1、クロリンドロップが役に立った。2、どうしてこんな目薬を持ってる。もう別に持っとってもいいと思うけど、クロリンドロップが役に立ったよ。そいつは何よりだ。この手の便利な道具一式はいつでも携帯していてな。褒められた癖じゃないが、役に立ったなら何よりだ。俺はもともとサバイバル術と諜報活動の腕を認められて、シャーレアンの賢人位を与えられたんだ。潜入のための技術や道具の扱い、情報収集のための話術、果ては己の気配を完全に消し去る秘技の類まで、生きる術を得るためにひたすら学んだよ。決して日の当たる役どころじゃないが、今となっては使えなくなった魔法じゃなく、この道を選んでよかったと思っているさ。こんな体になっても大事なものを守る手段を失わずにいられてるんだからな。と話が過ぎた。その金貨をグスジョに渡して裏技とやらを聞くとしよう。こんな体？サムス大丈夫なのか？ちょっとマイチョコボのせいでだいぶ見えなかったんだけどね。もしかして古びたフブート金貨を見つけたのか？あったよ。驚いた。こいつは確かに俺が落とした金貨だ。うん。俺たちは測量と計算を欠かさないが、同じくらい勘と月も大事にしている。これを見つけられたなら、あの方法を試してもいいかもな。暗がりの運試しコンプリート。あの方法を教えてくれます。サンクリス、やったな。俺の月はこの月獅子名士の創作に回されたとでも思っておこう。なんかサンクレットさんのイメージってね、ちょっと申し訳ないんだけど、最初に出てきた頃の女の子なんか何人かはべらせてて、イチャイチャしてたっていうイメージが強くて、ごめん。グスジョンさん、レベル77クエスト。どうか見つけて。ヌベイ急行山のグスジョンは約束を果たしてくれるようだ。受注。約束通り獅子名士を得るためのもう一つの方法を教えるとしよう。しかしここではなんだ。ひとまず外へ出るか。ここ暗いですからね。連れてってくれない。行きますか。この先よいしょ。こちら。あ、待って、他の人たちがいる。ヒルマス、こんにちは。鉱山を維持するにもそれなりの労力が必要だ。今のトゥワインではこの旧鉱山を維持するので精一杯。なんとも落ちぶれたものだね。あれ、他の方はいらっしゃらない感じかな、パッと見た感じ。あ、待って、ハルドゥルさん。旧鉱山に入るつもりか。別に止めたりはしないが、中をうろついているノームには注意しろよ。これでもこの二人ぐらいか喋れそうなの。他はなんかちっちゃい拠点って感じかな。もう外だ、外だもんね、これ。外だ。じゃあ、サンクレットさんに、ちょっと一回話してる。はい。眩しくはないか。クロリンドロップを使うと、光に過敏になるからな。急に明るいところを直視しない方がいい。グスジョンさん。
るい。はあ、眩しい。これだから鉱山を出るのは好きじゃないんだ。とはいえ約束は約束だ。俺たちも本当に困った時にしか頼らない方法だが、今回はあんたらにやらせてやるよ。あんたは体に鉱石を貼り付けてる虫、眼虫を知ってるか。岩虫かな、眼虫かな。ゴブラン、いや、この辺りじゃ確かノッカーと呼ばれている虫のことか。ああ、そんな風に呼ぶ連中もいるようだな。俺たちの間ではもっぱら、岩虫の方がちょっと言い方が好きだから岩虫にしとこうか。岩虫と呼ばれているが、ともかくその虫は人じゃ通れない岩の隙間を通って、今じゃ立ち入れなくなった坑道の奥深くまで潜ってるんだ。そういうやつの体には希少な鉱石が貼り付けられていることがある。もしかしてシメイシも。ああ、時々出る。と言っても何十といったクズ石の中に欠片が一つ二つ混じってりゃいい方だが、それでも当てもなく掘り続けていくよりはいくらもマシだ。どうやったら岩虫たちをおびき寄せられる？あそこの資材置き場に手製の煙袋がある。それを数個持って行って坑道内の数箇所に設置し、中を煙で満たすんだ。すると岩の隙間から岩虫がわらわら出てくる。そいつを倒して体についている鉱石をいただくんだ。ちょっとバル、いや、なんでもないですさっきも言ったが、獅子名刺が得られる可能性は低い。あらゆる岩の隙間を調べて出てきたやつをすべて倒し、なるべく多くのきらめく鉱石を集めるんだ。集めきったと思ったら俺のところに持ってくるといい。獅子名刺があるか鑑定してやる。よし、早速手分けして取り掛かろう。地図に印をつけるから、お前はその3箇所を頼む。残りは俺が受け持とう。グスジョンさん、あ、まずはそこの資材置き場から革製の手袋、あそこか。革製の手袋となんか煙だったっけ。あの除虫菊とか特定の商品名が浮かんでしまうな。その3箇所か。ちょっとこれやったら終わっとこうかな。行くぜ。どこに仕掛けるって、まずここ。さっきなんか自分手袋とか言ってた気がするけど、あの煙袋だったね全然違ったねなぜ手袋だと思ったんだ。ここはどこだ？どこだ？ん？そっちか。煙袋。あと一箇所。どっちだ？
煙袋。この3箇所でよろしい。坑道内が煙で満たされ始めた。岩の隙間を調べて岩虫を倒そう。岩の隙間だ。めっちゃ出た。めっちゃでもないか。2体。ちょっと待ってよ。お？おまけが。さっき。あ、待って、七。ここもなんかもう一箇所どっかにある。どこだ？岩の隙間はどこですか？あった。調べる。これは結構かかりそうだぞ。ここは終わったみたいだね。次の場所へ。敵は。ここは一体。あ、そこおかわりやった。それは決まってる。三。あと一箇所。この付近であと一箇所。ん？あー、ちょ。もう一箇所。あれ？次のエリアに行ってしまう。岩の隙間。ちょっと待って、なんでタゲとは合わない。代わりが出る。あと3箇所。あそこに岩の隙間。あれ1箇所。岩の隙間。うわー、すごい出た。
討伐。おっと、あと2箇所かな。奥だね、やっぱり。どこだ？どこだ？こっちの。この辺の。あ、見えた。一箇所は、ある。ちょっと待ってね。中くん、でおかわりが出ます。あと一箇所見えてるね、あっちだね。これ終わったらちょっと今日終わっとこうかな。よいしょ。なんか痛い。これで？これで報告したら終わろう。もうダッシュダッシュ。行動を出たら、報告。どこだ？いた。サングルツ。こっちも今戻ってきたところだ。守備はどうだろうな。数だけはかなりのものだが。じゃあ報告を。どうだ、きらめく鉱石は集まったか？はい、渡す。おお、かなりの数だな。あんたの相棒が持ってきた分と合わせて鑑定してやろう。これだけ数があると少し時間がかかる。そのあたりで適当に休んでてくれ。お前には馴染みがない話かもしれないが、あいつは原初世界のミンフィリアはもともと採掘師として稼いでいたんだ。彼女が事故で父を失って以来、フラミンさんに育てられてたのは知ってるだろう。だがラミンさん自身、恋人を失って頼るものがない境遇だったからな。少しでも力になれればと採掘を始めたらしい。懐かしいな。俺が情報収集も兼ねてウルダハの酒場で飲んでると、顔に泥をつけたあいつが外を通るわけだ。俺は今日も無事に仕事が終わったのかと安心しながら、なんだか妙に居心地が悪くなる。けどそこで店を飛び出して追いかける理由もない。だから後腐れない相手と酒や軽口をますます弾ませるんだ。なんという？1、彼女からはなんて？2、
ひどいお兄さんだ。まあ私が決めることではないな。これは彼女からはなんて。いつだったか、行く先々で女の人を口説いて回る流れ者と言われたよ。まったくろくなもんじゃない。だからこそ今回だけは間違えないようにしたいんだ。おい、あんたら見てくれよ、こいつは驚きだぞ。獅子名刺があったのか。ああ、まあな。あんたら相当な強運の持ち主だよ。見つけた獅子名刺は細かな破片がいくつかと。いや、とにかくこいつを見てくれ。これも獅子名刺か。そうだ、そんな大きいものはここ十数年出ていない。加えてよく見ろ、文字が刻まれてるだろう。ああ、この傷みたいな線か。確かに文字に見えなくも、マグヌス・スクリ、愛するあなたたちに。あ、奥さんじゃん。親方の奥さんだ。親方の名前と息子さんの名前だね。そうだそうだとも。そいつはマグヌスのところの嫁アグナからの贈り物なんだ。まったく、さすが最後の山師だよ。あいつはちゃんと目的の石を掘り出してたんだ。だが崩落のせいで帰ることができなくなった。おそらくその言葉を刻んで息絶えたんだろう。いつかマグヌスが見つけると信じて。それを岩虫のやつが先に持ってっちまったんだ。ああ、まったく、なんてこった。あんたらが埋もれてた運命を掘り当てたんだよ。この場所にもまだこんな思いが残ってたんだな。これね、感動できるけどさ、感動はできるけどさ、これ即死じゃなかったってことはさ、だいぶ苦しんで亡くなったのでは。え、大怪我したにしてもすぐ亡くなってないし、大怪我してなくて閉じ込められたんだったら餓死か窒息だよねって考えるとちょっときついな。その辺は考えちゃダメなのかな。どうか見つけてコンプリート。というわけでちょっと今回はここまでにしたいかなと思います。全ての運を使ってでもとは思ったが、こんな奇跡もあったものだな。よし、というわけで今回は、ね、ここまでにしたいかなと思います。ご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。